皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回はアームカール、バーベルを使ったアームカールで上腕二頭筋を効率よく大きくしていく、上腕二頭筋に効かせるコツをご紹介したいなと思います。上腕二頭筋の種目の中で一番メジャーなトレーニングだと思います。まあ普通のねストレートバーでアームカールをするのもいいですし、ジムにはねバーがこう曲がってるイージーバーというものをね使ってアームカールをする方、まあいろいろいらっしゃると思うんですけども、今だとねなかなかこうストレートバーはスクワットとかねベンチプレスとかやる方が優先なんで、イージーバーでアームカールする方が多いかなと思うんですけども、実はこのアームカールで単純な動作に見えて、実はちょっとした、ね、コツを押さえておかないとなかなか上腕二頭筋に効いてくれない、別の筋肉に刺激が逃げてしまいやすい、そういう種目でもあるんですね。なので今回はうまくねアームカールで上腕二頭筋に効かせるコツをご紹介していきたいなと思います。コツをねご紹介する前に、上腕二頭筋の働きについてまずは説明をしていきたいんですけども、実は上腕二頭筋の働き2つ大きく分けてですねありまして、まあ、細かくいくとねもうちょっとあるんですけども、まず1つ目はこれ分かりやすいと思います。肘を曲げていく、力こぶを作るように肘を曲げていく、肘関節の屈曲という動作。そして2つ目なんですけども、実は上腕二頭筋って肩の関節をまたいでくっついている筋肉なので、この横にね手をだらーんとしたところから前へ習えのように腕を上げていく、肩関節の屈曲という動き、この2種類の動きを大きく分けてですね行う働きを持っています。なので実はこうアームカールやってる方を見ているとしんどくなってきてね、楽をしたくなったりとか、重たい重量を上げたくてこう肘をね大きく動かすようなやり方でアームカールを行っている方、まあ、たまに見かけるんですけども、こういう動きをしてしまうと実はこの肘関節の屈曲、確かに上腕二頭筋の力も使うんですけども、メインで使うのは肩三角筋の全部ですので、上腕二頭筋の力を使っていると思いきや、メインで肩関節の屈曲を行う三角筋全部の方に刺激が逃げていってしまっているんですね。なのでそれを防ぐためにいくつかねコツを押さえてやっていただくのがおすすめになります。ではそのコツとは何かと言いますと、一つ目なんですけども、まずは肩をしっかり下げていただくということですね。肩が上がっているとなかなかね上腕二頭筋にしっかり効いてくれませんし、肩が上がったままこう上げるような、肩をすくめるような形で動作をしてしまうと肩の怪我にもつながりやすいので、しっかりね肩を落としたまま動作を行っていただく、これが1つ目大事な点になります。そして2つ目なんですけども、肘をなるべく動かさないように意識していただくということになります。先ほど説明したように肘を大きく動かすように上げてしまうと、どうしても三角筋の方に刺激が逃げてしまいます。なのでなるべく肘の位置を動かさずに曲げていく。でただ最後の最後で上腕二頭筋にも若干ですね肩関節の屈曲の作用がありますので、最後の最後でちょっとだけ肘の位置が動くようなイメージで動かしていただくのがおすすめです。肘が動くのは本当に最後の最後でちょっとだけ、そういう意識で上げてきていただくのをおすすめします。はい、そして最後3つ目なんですけども、上げるときに反動を使わないということですね。たまにこう重たい重量を扱いたくて思いっきりこう反動を使って腰を反らせるような、ね、形で上げてくる方いらっしゃいますけども、身の丈に合わないウエイトをね反動を使って扱うと多くの場合はね上腕二頭筋から刺激が逃げてしまって、それどころかね腰に過度な負担がかかってしまって怪我の原因にもなりますので、基本的にはなるべく反動は使わずに上腕二頭筋の力だけで上げる意識で
行っていただくのをお勧めします。それではね、ポイントをおさらいしながらパームカーブやっていきたいと思います。まずバーを持っていただいたら、肘の位置は、体の真横よりちょっと前に出すぐらいのイメージですね。ここからしっかり肩が上がらないように、肩を落としたまま肘から先だけを曲げていきます。で、最後の最後に肘はちょっとだけこう動く。で、しんどくなってきても体を振るような反動は使わずに、お腹に力を入れて体をまっすぐに保ったまま、行っていただくと。今回はですね、アームカールで効率よく上腕二頭筋に効かせる、腕を細くするコツを3点ご紹介させていただきました。しっかり肩を落としていただいて、肘を固定していただく、そして反動を使わずに体をまっすぐ保ったまま上げていく、この3つをね、しっかり意識していただくだけで、普段やっていたアームカールが劇的に変わると思いますので、アームカール頑張ってたけど、なかなか上腕二頭筋に効いてくれない、太くなってくれないというね、悩みをお持ちの方は、ぜひ意識してみてください。他にもね、こんな種目のコツを知りたいということがありましたら、ぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。